レッドデビルのダリンを握る、ボールドウィン・トーマス・スコット・ボールドウィンは、アメリカ合衆国の気球のパイオニア、気球からパラシュート降下した、最初のアメリカ人で日本を含むアジア諸国で、最初の飛行を行った、飛行家たちを率いた人物である。1885年1月30日、アメリカ人として、最初に、気球からパラシュート降下して、近代パラシュートの父と呼ばれた。 1900年にエンジン付けの気球を製作した。クレンカーチスのモーターサイクル用のエンジンを付けハマき型の水素気球を製作し、カリフォルニア・ロー号と名付けた。1904年8月3日、セントルイスのルイジアナブス産展覧会で、ロイ・クナベン州の操縦でアメリカで最初の周回飛行に成功した。陸軍通信部隊は1万ドルを飛行船の購入のためにボールドウィンに支払い、 ボールドウィンはカーティスのより馬力の大きいエンジンを搭載した29メートルの飛行船を製作し、これが最初の軍用飛行船として SCI の番号を得た。アメリカ航空クラブの最初の気球操縦士の認定を受けた。1910年に最初の航空機を設計し、グレン・カーティスによって組み立てられた。はじめ25馬力の4サイクルエンジンを搭載したが、後に カーチス V8 エンジンに変えられた。1910年10月7日と8日にカンサスシティで最初の飛行を行い、ニューヨーク州ベルモントに飛行機を移した。1910年12月、JC、バッド・マーズやトット・シュライバーらの飛行士と共にアジア諸国を訪問し、これらの地区の多くで最初の飛行を行って1911年の春に帰国した。 日本では1911年に大阪城島の連平城で大阪朝日新聞が無料の公開飛行を主催して何万人もの監修を集めた。アジア旅行から戻った後カーチスプッシャーのフレームを木製から交換に変えて60馬力のホールスコット V-8 エンジンを搭載した飛行機の開発を行った。この飛行機は毎時60マイルの速度を出すことができた。 レッドデビル3と名付けられた。1914年に飛行船の設計に戻り、アメリカ海軍最初の成功した飛行船 DNI を設計した。パイロットの育成をはじめ、バージニア州ニューポートニュースのカーチス飛行学校の経営を始めた。後に、アメリカ合衆国空軍の父と呼ばれることになる、ウィリアム・ミッチェルは、彼の訓練生の一人である。第一次世界大戦に、 アメリカが参戦すると62歳であるにもかかわらず、陸軍に志願した。通信部隊の航空部門の長に任じられ、気球の検査と製造を率いた。戦後は、グッドイヤーに入り、飛行船の設計と製造を行った。ありがとうございます。